山本修サブ十三の一風化した崖が自然と崩れるようにあるいはまた崖の端にできた地割れが急に広がり始めたように木工部屋の空気は目に見えてトゲトゲしく。 悪になっっていった。義一の周りに集まる者たちは3月に入ると30人近い数になり時によって増減はあっても15人以下ということはなかった勝負は常に殺気を帯びて腹巻に下帯だけという気負いたった男が2人や3人はいた小頭の伝七老人は ある時まるで鉄火場だなとつぶやいた栄治にはその内容はわからないが言葉の意味はおよそ見当がついたそして今では小島良次郎のほかに役人が二人この部屋の見張りに当たっていたある夜栄治が海端で棒投げをしていると万吉が後をつけてきて呼びかけた エイジのすることをしばらく見ていたらしく、そっと近づいてくると、それでやる気かと問いかけた。誰だエイジは低い声で咎めた。俺だよ。万吉はエイジの前へ回った。兄に話があったもんで、高架から出るのを待つつもりだった。そうしたら、兄がこっちへ来るもんだから、 どうするのかと思ってついてきたんだ。そんならもう行ってくれ。俺は体をならしてるんだ。ええ、そうかいと言って、万吉は急に話を変えた。時に油部屋のコブが出ていったそうだが、本当かい俺は知らないな。出て行ったのか。彫物部屋の伊助が、 賭博場で喋ってるのを聞いたんだ。と、万吉が言った。前に噂の高かった女が呼び出しに来たって、半月ほど前のことだそうだが、コ部は随分迷った挙句、伊助に相談を持ちかけたっていう。伊助は一緒になれと進めたそうだ。ああ、と、英治は心の中で探足をした。 俺は白状な人間だ。どうしたらいいかと聞かれたとき、よせと一言言うべきだった。半月も迷っていたとすると、静七自身も女が信じきれなかったに違いない。あのとき俺はどう言っても無駄だと思った。よせと言っても女への未練な気持ちを引き戻すことはできないと思った。けれども、今考えてみると、 それは一人勝手であり心から清七のためを思ったやり方ではなかった俺にはこの種目杖をつく権利なんかないんだ英二は片手で杖をなでながら星の一面にきらめいている空を見上げた伊助はその話を周りの者といいお笑い草にしていた 万吉は語っていた。きっと、五十日とは続かないだろうって。コブの稼ぎためた金がなくなる前に、女はいく人もの男を作るだろうってな。おめえ、今、吐爆場と言ったが、吐爆場とはどこのことだオラ、今、コブの話をしてるんだぜ。言ってみろ。吐爆場とはどこのことだ 兄が自分に聞いてみろよ。万吉は強気にやり返した。兄は辛抱強くそっぽを向いてる。奴らの方へは目も向けねえが、奴らの方じゃあ一人一人がしょっちゅう兄に目を光らしてる。兄がちょっと身動きをしても、幾人かの目がさっと集まるんだ。奴らは兄の気持ちを見抜いてるぜ。 何を言い出すんだバカバカしい。エイジは顔を背けた。おめえ、頭がどうかしてやしねえか。そんならそうとしておこう。だがな、兄、どんなうまい手を使ったって、一人じゃあ到底無理だぜ。エイジは冷ややかに聞き返した。静七の出て行ったのはいつだいいよ。 白を切るなら切ってるがいい。だが一言だけ言っておこう。万吉はそこで声を潜めた。兄一人にやらせやしねえ。その時は俺たちもやるぜ。名は言わねえが、俺の他に四人、みんな道具も用意してあるんだ。いけねえ英二は我れ知らず高い声を上げ、しかしすぐにその声を潜めた。 そいつはいけねえ。あいつらは合口を持ってるって、この前にも言っといたはずだ。奴らは人を殺めるくらい、なんとも思っちゃいねえ。おめえたちが四人や五人でかかったって、とても叶う相手じゃねえんだ。そんなら兄はどうする気だこの寄せ場には役人がいる。金靴はおかまされてな。と、万吉が言った。 どれほど袖の下をつかまされたか知らねえがお役人衆はやつらに酒まで運んでるぜ。えいじは頭を左右に振り胸にたまった毒気でも吐き出すようにほうっと長く大きい息を吐いた。俺は考えてみるこのところずっと考えているんだ。えいじはやがていった。 木部屋のことが役所へ知れていないはずはないし、全部の役人が買収されるなんてこともないだろう。役所でまだ手を出さないのは、そこに何か訳があると思うんだ。きっと何か訳がある。だから、頼むから無茶なことはよしてくれ。俺たちの四人や五人で片付くことじゃねえんだから。 13-2俺はもう我慢ができない。俺たちのモッコ部屋がこんなざまになったのを黙って見ているわけにはいかない。役所でどう考えているか知れないがモッコ部屋は俺たちのものだから俺たちの力で元通りにするのが当然ではないか。万吉は言い張って譲らなかった。 やろうと約束したのは四人だが、と、万吉は続けた。兄が立てば、他にもやる気になるものが出てくると思う。ギーチの周りに集まっている奴らの他は、みんな立ち上がるんじゃねえかと思うんだ。考えてみる、と、エイジはまた言った。本当にやるとすれば、しくじらねえような手はずを立てなくちゃダメだ。ただ力ずくで、 肩のつくことじゃないんだから。いいな。万吉は杭の方を指さした。あの棒を拾ってこようか。部屋に別のが隠してあるんだ。と言って英治は杖の具合を直した。怪しまれるといけねえ。おめえ先へ帰ってくれ。あまり待たせねえでな。 万吉は後じさりに歩き出した。こぶが出てったのはおとついだってよ。栄二は杭のところへ行き、地面を探して丸巻きを拾い集め、それを脇にある石材の後ろへ隠した。どうしよう、と彼はつぶやいた。そんなこととは全く知らなかった。 俺がやればみんなもやるという。みんなを巻き添えにすることはできない。義一を外へ呼び出そうか。みんなのいないところで義一とタイでやってみようかとも思った。それでは勝ちみはないな。足がこんなでは、不意を狙うほかに勝ちみはない。英治はそうつぶやいて、吐いをついた。やっぱり。 岡安さんに話すよりしようがないな。いもし岡安さんに事情があって役所でも手が出せないとなったらその時また考えてもいいじゃないかともかくそれが先だ岡安喜兵には話したくなかったこれまで手を出さずにいるのはやむを得ない事情があるに相違いないからだしかしことがこんなふうになり 部屋の仲間たちにまで危険が及ぶとすれば自分の一存でやるわけにはいかない。話すだけでも岡安騎兵に話してみようと英治は決心した。そこを歩み去る前に彼は振り向いて海の方を見た。風はほとんどないで時々石垣を洗う波の音も柔らかに囁ささくように聞こえた。 星空の下の海は暗いが夜釣りをする船の火が瞬いてい空気には温められた潮の香りがにおった英治が部屋へ戻り閉めてある引き戸を開けて杖に重心をかけながら土間へ入ると龍がすり寄ってきていきなり杖を足で払った突然のことで英治は 悪い方の足を痛めないようにするのが精一杯だった。彼は横様に転倒し、そのままの姿勢で竜を見ながら、転ぶ時にも手から離さなかった杖をそろそろと引き寄せた。陣馬だと思うからこっちは避けているのに。と竜は薄笑いを浮かべながら言った。何が気に入らなくって突っかかるんだ。 ここはおめえ一人の部屋じゃねえんだぜ。部屋の中はしんとなった。荒れ出す前にパタッと風がしんだような緊張した沈黙が広がり、息をするものもないかと思えた。だが、すぐに誰かが板の間を歩いてきて、英治の目の前へ三本の丸巻きを投げ出した。巻きは鈍い音を立てて転がり、 っはのたたに「これをどうするつもりだ?」板の間から問いかけてきた義一の声であった「こんなもので何をしようってんだ」と栄治は静かに起き上がり足をかばいながら下崩れにすがって立った「悪かったな」と栄治は竜に行った。 うっかりしてたんだ勘弁してくれ龍は歯をむき出したが何も言わなかった英治はむき直り身をかがめて丸まきの一本を拾うと右手で握って義一に見せた「こうやってねこいつを握って手の指をならすんだ医者に勧められたんだよ」「聞いたかい龍」リュウ ギ一チはエイジから目を離さずに、口の隅で言った。医者に勧められたんだという、この野郎、人をコケにしあがるぜ。嘘だと思うなら医者に聞いてみてくれ。こうしてこれを握ったり離したりして、指に力がつくと、体にも精がつくって言うんだ。その棒を捨てろよ。ギ義チが冷笑しながら言った。 おめえの狙いはわかってるんだ。その棒を下へ置かねえか。いいよ、兄貴。と竜が言った。俺が言うことを聞かしてやら。待ってくれ。イエジは不安定に体を曲げた。俺にはこの棒は大事なんだ。しかし、捨てろと言うなら捨てるよ。そう言いながら、目尻で近寄ってくる竜を見、丸巻きをど前え置いた。 そして、かがめた上半身を起こすなり、種木杖を持ち直すと、大股に飛んで、板の間の端に立っている義一の足を力任せに殴りつけた。鎮馬だと見て気を許していた義一は、素早く飛んだ英二の足に目を見張った途端、全身の力を込めた一撃を、そのすねに喰らった。横に払った杖が、義一のすねに当たる音と同時に、 ギーチがゾッとするような悲鳴を上げて倒れ。エイジは竜の方を素早く見た。竜は飛び出すほど大きく目を見開き、口を開けたまま棒立ちになっている。エイジは倒れたギーチが、懐から合い口を抜くのを認め、杖を取り直すと、拝みうちにこれまた力いっぱい殴りつけた。やめてくれギーチはまた悲鳴を上げた。<laughs> 俺が悪かった。 よしくれ。英二はまるで狂ったように続けざまに殴りつけた杖は頭を打ち胸を打った義一の手から合い口が跳ね飛び頭や顔が血だらけになったその時初めて龍が動き出した13の3。 イ治の動作は狂気じみていたが頭の中は冷静であった彼がギイチに襲いかかったのは怒りの衝動で判断力よりも本能的な怒りに支配されたものだけれども初めに一撃を与えた刹那に判断力が動き出しこの機会を逃してはならない今ここで徹底的にやらなければかえって最悪の根を残すことになるぞ この男を人間と思うな。こいつは毒を持った蛇だ。蛇だと思ってやれ。エイジは頭の中で自分にそう命じていた。竜は棒立ちになったままだったが、ギーチが滅多打ちにされ、頭や顔から血が噴き出すのを見ると、真っ青になって震えながら、懐の合い口を抜き、エイジの方へすり寄った。 爆打をしていた連中も、手習いの机に向かっていた者も、老人たちも、それまでは皆身動きさえしなかった。目に見えない鎖で縛りつけられでもしたように、その場のすさまじいさ様に圧倒されていたが、龍が動き出し、その手で合口の歯が光ったとき、万吉が夢から覚めたように飛び上がった。兄 後ろだと、万吉は叫んだ。英治は竜に目をやり、ギ一チを殴っていた杖を持ち替えながら、こっちへ来る万吉に背を向けたまま怒鳴った。手を出すな、万の字英治の声は部屋いっぱいに響き渡った。おめえ、役所へ行ってくれ。誰も手出しをするな。これは俺の仕事なんだ。竜は、 愛口の刃先を上に向け、こっちの耳に聞こえるほど、荒い息をしながら、じりじりと間を縮めてきた。エイは素早く、ギ一が伸びたまま動かないのを見て取り、そこへ龍が体ごと突っかけてくると、種目杖えを右から左へと振った。竜の突っかけた愛口は、エイの左の肩に突き刺さったが、 杖で首を強打された竜自身は、横へすっ飛び、板の間の上がり鼻へ転げ込んだ。栄治は隙を与えず駆け寄り、杖を振り上げて殴りつけた。杖は頭に当たり、胸に当たり、横から顔を打った。お願いだ助けてくれ竜は倒れたまま、両手で頭を抱えながら叫んだ。もう勘弁だ 誰か助けてくれ信んじまうよだが、エイジは力を緩めなかった。竜もまた見る間に血まみれになり、動かなくなった。エイジは殴るのをやめ、ギーチの方を見た。ギーチはうつ伏せになり、流れ出す自分の血に顔を浸したままうめいていた。さあ、 英二は爆打をしていた集まりの方へ呼びかけた。もうすぐに役所から来るだろう。他の部屋の者は今のうちに帰ってくれ。早くしないと、かかり合いになるぞ。十五、六人いた集まりの中から半数以上の者が立ち上がり、怯えたように土間へ飛び降りると、裸足のまま戸口から逃げ出していった。余兵さん。 英治が言った。万の字は役所行ったか行ったよ。と、余兵が答えた。その時、戸口から小島良次郎が入ってきた。彼は走ってきたと見え、肩で息をしながら部屋の中を見回し、伸びている義一と竜の姿から英治へと目を移した。私がやりました。と、英治は言った。 今役所へ届けたところです。小島の顔がこわばり、何か言おうとして口を開いたが、物は言わずに刀を抜いた。英治は素早く種目杖を取って構えた。よした方がいい、小島さん。と英治は静かに言った。足を切ったところで、証人は他にいくらでもいるんだ。また、 足を切るにはちょっと骨が折れますぜ。小島の顔に思いまどったような表情が浮かんだ。すると三人の男たちが六尺棒のようなものを持ってこっちへ進み出た。いけねえ出ちゃいけねえとエイジは小島を睨んだままで叫んだ。これは俺一人の仕事だ。座っててくれ。 小島良次郎は部屋にいる人足たちの顔を恐怖に襲われたような目で素早く眺め回した。刀をおしまいなさい、と英治が言った。あんたのことは何も言やはしない。今度は役所から人が来るでしょう。ジタバタしてもダメだ。刀をしまってここから出ることです。小島は抜き身を持ったまま じりじりと後じさりをし、戸口から外へ出て行った。余兵は二人の小頭と共に、義一と龍の傷を調べながら、誰か三鉄先生を呼んでくれ、と言った。先生は夜はいないよ、と二三人が答えた。小島良次郎が去った途端に、部屋全体が生き返ったようになり、 みんながうろうろと動き回ったりやかましく話し合ったりしていた駆け戻った万吉が戸口に顔を見せた時英治は自分の体から何かが抜け出していくような非常な疲れと虚脱感のため板の間の上がり花へ力なく腰を下ろした岡安さんが来るよと万吉は後ろ手に古外を指さして あえんぎながら言った。もうそこまで来ている。大丈夫か、兄。英二はうなずいて目をつむり、神戸を垂れた。13の4。役人というものも世間で考えるほど安定したものではない。と、岡安が言った。 上役と下役の区別、煩雑な規則、それぞれの役目の権限。これらの中で人間同士の競り合いがある。出世したいものもあれば、役束をせしめるために何でもやろうとする者も,もある。袖の下の呪呪、人足の老賃の上前跳ね、出入り商人との不正な取引、 世間にある忌まわしいことは、ここでもほとんど欠けてはいない。そこはかつて、英治が静七と一緒に手鎖の仕置きを受けて、三十日の間、押し込められていた部屋である。その部屋のある長屋の後ろは大川で、開けてある小さな高い明かり窓から、石垣を洗う波の音や、水面を行く、 船のロートなどが時を置いてのんびりと聞こえてきた「人足寄せ場は一つの世界であり役人たちもまた一つの世界である」というように岡安は語り継いだ「人間が集まって形作る世界には必ず善と悪とのせめぎ合いがあり善だけに統一することも悪だけに占められることもない」 特にこの寄せ場の「老ではない」という原則には多くの矛盾や曖昧な点があって掟に違反した者の処罰には当悪する場合が少なくないしそれをよく見抜いていて巧みに法を犯す者も後を絶たないこれらは表面には現れないが自分などには早くから分かっていた。義一らが、 何をしているかも私には初めから分かっていたのだと岡安喜兵は言った。こういうことは今度が初めてではなく前にも幾度かあったことだしその多くの場合は下役人が買収されたものだ。木戸屋のことに気づいた時はすでに小島良次郎と他の二人の下役人が ギーチらに丸め込まれていることが分かった。自分は元締役で、人足たちと直接の関わり合いはない。瞳張り役、差配、各部屋の世話人、小頭などの報告によって、それぞれの採決をするのであり、これを無視して人足部屋のことに手をつける権限はない。何か表沙汰になるようなことが起これば別だが、 それを待たずにうっかり手出しをすると寄せ場全体の騒動になりかねない。彼らが常に役人を抱き込もうとするのはことが現れた時役所全体に類が及ぶという威嚇の道具にするのが本当の目的なのだ。この事情がわかるかと岡安が聞いた。栄治は不服そうにではあるが。 頷いた「悪いことに」と岡安は続けた「小島は寄せ場奉行の登園にあたるし奉行の成島殿はいい人だが寄せ場という制度を快く思っていない上に人を見る目がないから小島の言うことを鵜呑みにしてしまう私が人足部屋へ近寄れなくなったのもそのためだ」 ギーチらがだんだん図に乗って酒まで持ち込むようになったと聞いた時もう黙ってはいられないと思ったけれども小島良次郎ら下役人の手配が行き届いていて寄りつく隙もないように見えたこう司祭を話してもお前にはもどかしく私が臆病なように思えるかもしれないもしもと言って 岡安はちょっと息をつきそれからさらに言い継いだ「もしもそういうように思えたらお前自身のことを考えてみるんだここへ送られてきたお前を私たちがどのように扱ったか仕事にもです、反抗的で規則にも従わなかったお前を私たちがどういう具合に扱ったかということをだ」 栄治はその言葉をかみしめるようにしていてやがて静かに神戸を垂れた人間同士の問題では急いで始末しなければならない場合と辛抱強く木の熟するのを待つ場合とがある岡安は心のこもった口ぶりで言った今度の場合はお前が辛抱を切らしたので木戸部屋の掃除が 一応できたまだその時期ではなかったかもしれないがちょうどいい時期だったかもしれないどちらであったかはもう少し経たないとわからないがともあれ一応区切りのついたことは確かだそうだ区切りはついたようだと英二は思った彼は誰をも巻き添いにせず初めから終わりまで一人でやった 岡安の手で役所へ引かれ奉行立ち会いの上同心たちに吟味されたが小島良次郎や下役人たちのことはもちろん賭博の事実についても沈黙を守り通した同心たちは知っていたろうが奉行その人は何も気づいていなかったのだろう喧嘩だという英治の申し立てに対してその手段の無残さをひどく怒り 太郎へ送ることになるだろうと決めつけた。吟味の前に打ち合わせがしてあったと見え、同心たちは相手が二人であり、二人とも金星の刃物を持っていたこと、英治はただ一人の上、片足が不自由だったという条件を述べて、強く英治を弁護した。奉行はそれをどう受け取ったろうか。成島自右衛門は、 同心たちの弁護を取り上げる様子もなく、翌日すぐに町奉行へ使者を出した寄せ場における賞罰はすべて町奉行の許可を得なければならないからだそして英治はこの部屋へ押し込められたのであるお前が小島屋下役人の名を出さず博打のことも口にしなかったのはよかった 岡安は続けていたもしもこれらのことが明らかになったらもともと寄せ場の制度に反対な成島殿は町奉行へどんな進言をするかわからないしそうなればことはこの寄せ場の存廃に関わるところまで発展するかもしれなかった私はこの寄せ場を確保し育てていきたいと思う現在の制度には いろいろ欠陥があるにしても犯罪者になりそうな性格や境遇にあるものを犯罪者になることから守り職業と資金を身につけて世間へ復帰させるということには大きな意義があるし人口の増加と生活状態とでますます難しくなる江戸という大きな所帯ではこれからもっと重要な役割を負うことになるだろう。 お前一人にことを押し付けたようだが、私には私で思案があった、ということを知ってもらいたい。よくわかりました。と、英二は咳をしてから言った。正直に申し上げると、どうして役所が黙っているのか不審でしたし、岡安さんは何を待っているんだと悲願だこともありました。けれどもそればかりじゃありません。 私は、はじめから矢面に立つのは自分だと決めていたんです。岡谷喜平は、エイジの顔を見つめた。それはどういうことだわけってほどのことじゃありません。ただなんとなく、あのギ一チとリュウをやれるのは、俺だけだっていうような気がしたからです。と、エイジは口ごもり、それから、はっきりと言った。 実を言うと、同じ部屋の万吉っていう男に口火を切られたんです。俺たちの木戸部屋をこんなざまにされては我慢できない。もう辛抱が切れそうだ。と万吉が言い出したんです。万吉とは元とび職をしていた男か。ええ。喧嘩が自慢ですし、本当にやりかねない様子でした。あっしは。 相手が合口を持っているからとどうにか思いとどまらせたんですがそのまま万吉が手をつかねているかどうかは分かりませんそれなら万吉のやる前に自分がやろうと思ったんですそれは二度と口にするなと岡安はちょっと声を低くしたお前の方で二人に意志を含み前から機械を狙っていたとすれば 罪は軽くないことになるぞ。わしは罪の重い軽いなんか気にしてやしません。と言って、英治は微笑んだ。しかし、あの晩あんなことになろうとは、全く考えてもいなかったんです。戸口を入った途端、竜のやつに杖を置き放されて、惨めに土間へひっくり返ったときも、畜生とは思ったが、やる気にはなりませんでした。 それから、ギーチが上がり花へ出てきて、人をいい笑いのにしたとき、カッと目がくらんだようになって、やっちゃったんです。罪を軽くしてもらおうなどとは思わないが、事実はその通りだった、と、エイジは言った。始末書きにはその通り書かれた、と、岡安はうなずいた。足が治っていたのも、 本当に知らなかったのだなバカ見たような話です。英治はまた微笑んた。おかげでうまく先手が取れたわけですが、二人とも足の足を見て目を向いてましたっけ。岡安喜兵は声を出さずに笑った。それで、と英治が待ちきれなくなったように問いかけた。 わしはどんなお裁きを受けるんでしょうかここにいられないことは承知だろう。大抵のことは覚悟してます。義一は片目がつぶれ、肋骨が2本折れた。と岡安は言った。竜は左の腕が折れ、左の耳がちぎれた。しかし、どちらとも命に別状はないし。 金星の凶器を持ち込んだ角で傷が治ったら天満町へ送られるだろう。足も一緒ですか。岡安喜兵は首を振った。お前は北町奉行へ差し戻されて再吟味ということになった。それ以上のことは私からは言えない。わかりました。栄治は頭を低く垂れ、つぶやくように言った。 今になってみるとあの二人にはやりすぎて悪かったと思いますそれは違う岡安は栄治の言葉を強く遮った悪かったと思うのはあの男たちではないもっと他に人がいるはずだ栄治は口をつぐんだ岡安喜兵はその後を言わずに黙って栄治の目を見守っていたが わかるだろうとでも言いたげにうなずいてから静かに立ち上がった。無理なお願いかもしれませんが、と英治が聞いた。ここから出る前に部屋のみんなと会えるでしょうか私の一存では計らえないな。ぜひお願いします。みんなには口で言えない恩があるんです。別れに一言だけ、 礼を言わせてください。お願いします。この通りですと言って、英二はそこへ両手をつき、繰り返し頭を下げた。奉行に願ってみよう、と、岡安は言った。だが、おそらく許しは出ないだろう。望みはないと思う方がいい。今お前は、虎人なのだから。 の5栄治はびっくりしたように岡安を見上げたお前はトガ人だなどという言葉をまさか岡安の口から聞こうとは思わなかったからだ岡安喜兵の表情はすっかり変わって見えた目だけは温かみをたたえていたが 顔つき全体は冷ややかに厳しく、人足たちが役人面と影で言うそのままの顔つきに見えた。エイジはこれまでに一度もそういう顔つきの岡安を見たことがなかった。部屋にある持ち物はこっちへ運ばせる、と岡安は言った。ここにいるのもあと二三日だろうと思う。 それまでゆっくり休んでおくがいい。英治はまた両手をつき頭を下げた。それから中一日おいた二日目の夜晩飯が済んで一時ほどしてから前触れもなく余兵が現れ間もなく二人の下役人の手でささやかながら趣向の禅が運ばれてきた。 これは我々の寸死だから内密にというようなことを下役人はつぶやくように告げて去った。いい番だね。余兵が照れたように低い声で口を切り探るように英二を見た。みんな心配しているんだが大丈夫なんだろうね。町奉行で再吟味ということになった。 と言って、英治はとっくり思った。でも大したことはないようだから、みんなに心配しないようにって言ってくれよ。ひとつあげよう。私は酒はだめなんだよ。まあいい、お別れだから受けてくれ。では、真似だけと言って、与平は杯を持った。膳の上には何かの酢味噌と、 菜のごまあえと雑魚のつくだになどが並んでいた「よへいさんに会えただけでもよかった」と英いは言ったみんなにもずいぶん厄介をかけたがよへいさんには一生かかっても返せないような恩になったからなよへいは手を振った「私が何をしたもんかそんなことより A さんの今度してくれたことの方が、よっぽどみんなのためにありがたかったよ。ヘイは酒をすすり終わって、酒きを置き、A イに尺をした。A イはちょっと口をつけただけで、その酒きを持ったままヘイを見た。口で言っても始まらねえが、俺がここを無事に出る時が来たら、ヘイさんにも一緒に出てもらい、 一緒に暮らすつもりでいたんだ。与平は得意を持ったまま脅かされでもしたような目で英二を見返した。こんなことになってはそれもお流れだがもしも仮に俺が牢から早く出られ与平さんがまだここにいてくれたら俺はきっと迎えに来るよ。ありがとうよありがとう。 余平は頭を下げた。そう言ってくれるだけでたくさんだよ。オラはとりぼっちだ。小さい自分。家事のために親きょうだいをいっぺんに取られてから、きょうだいはともかく一人でもいい。親が欲しかった。英二はそこで強く歯を食いしばった。 あんなことさえなければ、おめえと一緒に暮らすことができたのに。それは嬉しいがね、A さん。ひとりぼっちっていうのは間違いじゃないかと、よへいが言った。もっこ部屋の仲間はともかく、お前さんには、サブちゃんとか、おすえちゃん、おのぶさんって人がいるだろう エイジはヨヘイを振り向いてみた。ああ、知ってるとも、と、ヨヘイはうなずいた。私は三人とも知ってるよ。そしていつだったか、サブという人にもっと優しくしてやったらどうか、と言ったことがあるはずだ。覚えてる。エイジはそう言って酒をすすり、背筋をまっすぐに座り直した。 せっかくのお別れだ。その話はよそう。どんな人間だって、一人で生きるもんじゃない。と、与平は英治の言葉を聞き流して続けた。世の中には、賢い人間と賢くない人間がいる。けれども、賢い人間ばかりでも、世の中はうまくいかないらしい。損得感情にしても、 損をする者がいればこそ得をする者があるというもんだろう。もしも A さんが私たちの恩になったと思うなら私たちだけじゃなくサブちゃんやおのぶさんお寿恵ちゃんのことを忘れちゃだめだ。お前さんは決して一りぼっちじゃなかったしこれから先も一りぼっちになることなんか決してないんだからね。 栄治は持っている杯を見つめていたが急に眉をしかめ与平からとっくりを取って「もう一つだけ」と言って尺をした。与平はしぶしぶ杯を持ち毒でも飲むようにそっと口をつけた「こんなお説教めいたことは柄でもないからもうおよすがね」と与平は片手で口をなでながら言った。 A さんはきっと一流の職人になるだろうし、そういう人柄だからね。もっとも A さんだけじゃない。世の中には生まれつき一流になるような脳を備えたものがたくさんいるよ。けれどもね、そういう生まれつきの脳を持っている人間でも、自分一人だけじゃ何にもできやしない。脳のある一人の人間がその脳を生かすためには、 脳のない幾十人という人間が目に見えない力を貸しているんだよ。ここをよく考えておくれ、A さん。年寄りになるとこういう口を聞くから嫌われるんだねと言って与イは笑った。サブと英治は心の中で叫んだ。ああ、サブ。 もう一度お前に会いたかった。